アランダには、スペイン、カタルーニャ州、リエイダ県のコマルカの一つで、ピレネー山中に位置する谷。面積は620.47平方キロメートル、人口は9219人。アラン渓谷、バルダランの表記もある。カタルーニャ州の北西端に位置し、フランスと国境を接している。谷は北に向かって開けており、ピレネー山脈に発したガローナ川は、アランダにを通って、 ガスコーニュ地方に至る。これに対して、南には険しい山々がそびえる。中心都市はビエーリャ。アランとは本来はスク語で、国の意で、これはアランダニで中世までロマンス語とバスク語の二言語が使われていた名残である。バスク語話者がいなくなると、谷の人々はロマンス語で国を意味するバルをつけてアランダニを呼ぶようになった。定冠詩をつけた場合は、 エラ・バルディ・アランと表記する。バルダランの自治体1312年、アランダニの住民投票によって、アラゴン・カタルーニャ連合王国への帰属が決定、現在に至る。アランダニは12世紀から続くテルソンと呼ばれる、行政区分によって分けられる。テルソンとは、本来、3分の1を意味し、当初は、高知のガロース、中地のビエーリャ、低地のボソスとの3つを指していた。 それぞれのテルソンはさらに、セステルソンという回区分を持ち、ガロースは、プージョロと、アルティエスエガロース、ビエイヤは、キャスティーロと、マーカトーザ、ボソストは、レリッサと、エスクエイトエルシーエスに分かれる。今日ではセステルソンも、テルソンとみなしているため、現在のアランダには6つのテルソンがあることになる。テルソンは、アラン評議会に代表を送り、意思決定を行う。アランダにには、 ビエリャ、ノートアラン、ボソスト、レ、エス・ボーズ、コネハン、バイラモス、アリス、バウゼンの9つの自治体がある。オック語の一つ、ガスコーニュ語の方言である、アラン語が話されている。アラン語は、カタルーニャ州の法律により、アランダニの公用語として、カタルーニャ語やカスティーリャ語と並んで認められている。川成博史、スペイン文化特本マルゼン出版。 2016年95ページ。ISBN 978から4から621089958。w e b d a l e e s t u d エストディスタカオフィシアルでカタルニア。IEC 2011年11月20日閲覧。ありがとうございます。